この大会の源流は復興ということで、私ども当初から準備をさせていただきました。まさに大会競技の先駆けとなるソフトボール、この福島県あづま球場で実施をさせていただきました。ここからまさに日本の快進撃が始まったのではないかというふうに思っております。また大会全体をセレブレートする意味で全国を巡る成果でございますが、まさにここ福島の J ビレッジで3月25日にグランドスタートを切り、全国を巡り東京にその日が運ばれたわけでございます。パラリンピックの成果もここでこの J ビレッジで採火式火を取っていただきまして、この日が東京に集まり、東京で高校とその灯火を燃やした続けたわけでございます。大会期間中、オリンピック・パラリンピックの両成果ともアスリートの活躍を見守り応援し、その日を灯し続けたわけでございますが、もう一つ実はこのアスリートの活躍というものを見守り続けて、たものがございます。それが今日お披露目をする復興のモニュメントでございます。大会本番中ですね、東京の国立競技場の隣でですね、世界のアスリートに対してこの福島からのメッセージを本当に力強く発信することができました。で、その、なんて言いますか、その世界に対してその皆さんで作り上げたこのモニュメント、そして、伝えたメッセージを込めたもの、これを本日お渡しさせていただきます。大会本番中ですね、このモニュメントが世界との架け橋になったように、この後ですね、ここの場所で、我々がこう復興オリンピックでやったこと、そして皆さんで、思いを込めたこと、それを未来につないで後々までですね、伝えてくれるものになることを、心より願っている次第でございます。それでは参ります。東京2020復興のモニュメントのお披露目です。どうぞ。東京2020大会時、アスリートを通じて世界に福島県からのメッセージを発信してきたこのモニュメント、大会のレガシーとして今ここにお披露目されました。とても色も鮮やかでユニークで可愛らしいデザインですね。今年3月25日に、ここ J ビレッジをスタートした聖火は47都道府県を巡りまして、23日に、東京の聖火台に運ばれました。聖火を灯しました。そして、7月の21日から28日までは、福島県のあづま球場におきまして、野球とソフトボールの試合が開催されました。いずれもコロナ禍と向き合う厳しい状況の中での開催となりましたけれども、それでも思いを込めたリレー、聖火リレーやオリンピアンたちの白熱したオリンピックゲームは、私たち福島県民にたくさんの元気と勇気、そして感動を与えてくださいました。今年県民が選ぶ福島県の重大ニュースに、福島県で、野球ソフトボールが開催されたこと、それからここからグランドスタート、聖火リレーのグランドスタートが始まったこと、この2つが選ばれました。これが全てを物語っていると思っております。東京2020オリンピック・パラリンピックは、私ども福島県にとりましては、復興の姿を、それからこれまでいただいたたくさんの感謝を皆さんに発信できる大変いい機会だというふうに捉えておりましたけれども、残念ながらそこのところはなかなか思うようにいかなかったというのが実情でございます。しかし、このモニュメントが皆さんに感謝のメッセージを発信し続けていてくださったことを知り、大変ありがたく思っているところでございます。これから私どもここに訪れる方々に、ぜひともこのモニュメントを見ていただいて、私どもの感謝の思いと、それからオリンピックで私たちが感じた感動を再び思い起こしていただく貴重なレガシーとして、しっかり継承してまいりたいと思いますので、引き続き皆様方のご支援を賜ればと思います。本当にありがとうございました。
誰かが誰かに任せるとかじゃなくて、一人一人がちゃんと感謝の気持ちを込めてメッセージを送ろうっていう一生懸命な姿勢でワークショップ取り組んでくれたので、本当にやりやすかったですし、私も福島に初めてその日来たんですけど、来れてよかったなというか、この事業に携われて本当によかったなっていうふうに思いました。さっきまでちょっとね、布がかぶってる時にはちょっと周りの景色に負けちゃってっかなっていう感じも思ったんですけれど、実際今こう撮れたら、ああこんなに明るいモニュメントだったんだなっていうのを改めて感じまして、ここのシンボルとしては結構これからですね、長く、皆さんにこう、ね、大切にされそうだなって感じがしました。はい、やはりこれからも、福島県の復興の象徴だったりとして、アスリートの皆様だったり、あと福島県の皆様に、元気を与えるものとしてあり続けてほしいと思います。本当に改めて、今回のオリンピックが本当たくさんの人の応援だったりとか、支えがあって成り立っていたものっていうふうに、感じましたし、僕自身も東日本大震災の時に、中学校3年生で、今でもその時のことをやっぱり鮮明に覚えてます。で、今回のオリンピックが、少しでも、福島だったりとか、被災地の方たちの心に元気を与えれたら僕としてはとても嬉しいので、そうだったらいいなっていうふうに、はい、切に願ってます。本当にアスリート全員を代表して、僕の方からも感謝を述べたいと思います。ありがとうございました。なので皆さんこんにちは。こんにちは。私たちは地元いわき市を中心に約400年続くと言われ、市の無形民俗文化財に指定されている伝統芸能ジャンガラ念仏踊りを継承している福島県立小野浜海星高等学校チームジャンガラです。東京2020復興のモニュメントがお披露目され、その喜びを胸に一生懸命披露させていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。